はい、皆さんこんにちは。いつもご視聴いただきありがとうございます。本日は市役所のあるシビックセンターからヘイズバレーを通って、さらにフルハウスの冒頭で有名なアラモスクエアまで歩いていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。今回は赤い部分のみの簡単な散歩になります。ヘイズストリートをまっすぐアラモスクエアに向かって登っていきます。今ですね、こちらがサンフランシスコのオペラ座で、こちらがサンフランシスコのシンフォニーホールですね。もうこの辺りでいろんなショーがありますけれども、そこを通過しております。中を20秒間ほど見てみましょう。今日はシンフォニーの公開リハーサルに来ています。オペラハウスの中もちょっと覗いてみましょう。今休憩中なんですけれども、宮本亞門さんの演出がとっても素晴らしくて楽しんでいます。そして健三さんのすっごい鮮やかな衣装がすごい印象に残ってます。最初見た時感動しました。こちらサンフランシスコバレエのビルですね。で、日本人のバレエダンサーの方々もいらっしゃってます。で、いろんなニュースなんかでサンフランシスコのダウンタウンは死んでると言われるんですけれども、サンフランシスコはダウンタウンだけではなくて、いろんなところにいろんな村、自分たちは英語でヴィレッジって言うんですけれども、そういう村がありまして、このヘイズバレーもその一つですね。で、そのヘイズバレーはどんな感じなのかっていうことをご覧いただきたいと思います。もうすぐしたら、これがヘイズストリートですから、この通り沿い3ブロックが商店街になっております。はい、それでは商店街に入りました。レストランがですね、1、2、あちらはタイレストランですね。こちらはヘイズストリートグリルっていうレストランで、よくオペラとかシンフォニーを見に行くお客様で、7時半前にすっごい混む、レストランですね。で、いろんな雑貨屋さんがあったりインテリアがあったりするわけなんですけども、まだクリスマスの飾りも置いてありますし、いつもねここにねワンちゃんが寝てるんですけど、今日はワンちゃん寝てないですね。で、ここ昔は野菜ジュース屋さんだったんですけれど、今はホットドッグ屋さんに変わってしまってます。でね、ここの雑貨屋さんがね、もう見てるだけで面白いんですよ。まだまだクリスマス飾りが 50% 半額になってますね。すごい可愛い飾りなんかもあります。で、アーレクイーンで、アーバーね、ここにもよく行きましたし、この一番角のこのアブシンスっていうところ、ここがね、フレンチなんですけれども、ブラスリーですね、日本語では、とってもいいところで、よく来ます。いいっていうのはね、美味しいっていう意味ですね。そんなにね値段がバカ高いっていうことはないです。で、あちらに見えますのがシェーマモンといって、フレンチのカジュアルなフレンチが食べれる私が大好きなレストランでございます。で、こちらはですね、予約を取らないので、こういうふうに名前を書いて待っていなくちゃいけない、すごいね、人気のあるところです。で、向こう側クリストファーエルボーはチョコレート屋さんで、とってもホットチョコレートココアが美味しいところですね。はい、今からこちらクリストファーエルボーに入ってみたいと思います。はい、グッドアフタヌーン。はい、 Can I have a hot chocolate?
Yeah. Okay. Coco Noir, yes. Custom blend dark chocolate. That would be perfect. Thank you. What? Regular milk or water? Just water, please. やっぱり寒い日のココアは美味しいですね。英語ではホットチョコレートと言います。ホットチョコレートです。で、洋服屋さんがありまして、オールバーズ、あ、これね、靴屋さんね。はい、でね、ここのメキシコ料理屋さんはとっても美味しいので、いつもね、人気でございます。で、あちら斜め前に見えます赤いパラソルがかかっているところ、あそこがアマーノって言って手作りのパスタを出してくれるお店で、あちらもまたまた美味しいんですね。ですからこの辺はね、もうすごい美味しいレストランがいっぱい集まってます。で、こちらがユニオンストリートにもありましたエピキュリアントレーダーですね。ちょっと高めだけれどもおしゃれな食料品屋さんです。ということで、エピキュリアントレーダーをちょっと試してみることになりました。ここのお店のいいところは、サンフランシスコの有名なベーカリーのペーストリーやカフェのコーヒーを一つの場所で全部楽しめるということです。それでは今から買ってきたチョコレートクロワッサン、パンオショコラですね、を食べてみたいと思います。なんとゴミ箱が真横という、もう雰囲気たっぷりの素晴らしい座席で食べてみたいと思います。さすがタルティンベーカリーです。とっても美味しいパンオショコラでした。ちょっとこの公園を見てみたいと思います。ワンちゃんたちもね、放し飼いで元気そうに歩いてます。で、イギリスにはストーンヘンジっていうのがありますけれども、サンフランシスコにはキャットヘンジっていうのがありますので、これ行ってみたいと思います。これね、中に入ると音がブンブンブンって出るんですよ。キャットヘンジ入ります。夜はこんな感じになっています。はい、キャットヘンジいかがでしたでしょうか。さ、それではあと1ブロックですね。あと1ブロックしかないんですけれども、見てみたいと思います。あちらはブロンジェリーになってまして、とてもパンが美味しいところ、クロワッサンとかフレンチバゲットとか美味しくって、いろんな朝ごはんも食べれます。さあ、とにかくレストランが多いところですね。で、シカゴピザ、この分厚いディープディッシュっていうんですけれども、こう厚みのあるピザですね。私は食べれません。シカゴピザ食べたらね、多分ね、心臓止まってしまうと思います。自分はルイス・アームストロングとニナ・シモンのこの壁画が大好きです。で、こちら真正面はですね、有名なドイツ料理のレストランになっております。で、こちらはですね、ミシュランの三つ星を持ってます女性の、サンフランシスコの女性シェフのドミニク・クレンさんの2つ目のレストランですね。プティクレンと言います。こちらはそんなに高くないんですけれども、最近は行ってないのでよく分かりません。で、ご覧ください、サンフランシスコの
有名なヴィクトリアンハウスがどん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 見えてきます。この辺りはですね、サンフランシスコの大地震と大火災の時に火災が届かなかった地区になりますので、昔ながらの、こういった家が残っているということで、私がとっても好きなエリアです。もうね、ここ歩くだけで、どうせ絶対買えない家なんですけれども、もう見るだけでワク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 してしまいますね。え、この角の家なんかもかっこよくないですか、これ。いやー、いくつ部屋があるんだろう、すごい。はい、アラモスクエアに着きました。こちらが有名なペインテッドレイディですね。ビクトリアンハウスが並んでいる部分になります。ここは午後に来てください。午前中だとこの家が暗くなってますので、午後に来るとこういう風に家に太陽の光が当たるようになります。ね、皆さん両側にのんびりとピクニックをされております。でここまで来ますとですね、実は私が住んでいるビルも見えてるんです。こういうふうにコーヒー屋さんのトラックも来てます。回ってみましょう。この公園からゴールデンゲートブリッジのてっぺんだけちょっと見えるんですけども、お分かりになりますでしょうか。ここにはピクニックテーブルもありますので、簡単にお友達や家族と一緒に楽しい時間を過ごすことができます。今から見学をさせてもらえるという青い家に行ってみたいと思います。青い家はなんかね、サインが出てるんですよ。サインって看板ですね、ちっちゃな看板が。なんて書いてあるのか、ちょっと今日見に行きたいということで、今から行ってみたいと思います。こちらの青い家ですね。毎日4時からこの家のツアーをしてますということで、3階建て約90分で30ドル1人当たり現金のみ、予約は必要ありませんということですね。ここの階段の下に集まってくださいということです。真正面に見えてますのがチュルー酒ですね。日本のお酒を扱っている専門店です。ここではとっても美味しいお酒を取り扱ってくださってますので助かるんですが、今日は閉まってらっしゃいます？はい、皆さん、アラモスクエアまでの散歩いかがでしたでしょうか。今回も最後までご覧いただきありがとうございました。それではまた次回まで、さようなら。